皆さんこんにちは、イムランです。いつも英語英会話一日一言をご覧いただきありがとうございます。今日は Q1075 やりましょう。 Q1075 is He is a goofball. He is a goofball. これはどういう意味でしょう。3秒考えてください。OK、 では答えです。答えは、彼はいつもふざけている、おふざけ野郎だという感じです。 OK、 She's a goofball。 Goofball はですね、なんかいつもふざけてる人のことを指すときに使います。辞書で引くと、なんか間抜けとかバカとかで出てくると思うんですけど、そういうふうに使う場合もありますね。でもバカ、間抜けな方がいいかな。例えば何ですかね、まあ、ただふざけてる感じの人に対して使うことの方が多いです。Goofy, he's goofy. He is goofy っていうと、あのグーフィーと一緒なんですけど、He is goofy。まあ、そうですね、間抜けな感じなんですけども、まあ、いつもふざけてるっていう感じの方が多いですかね。こう、例えば、He is goofy。こう、お手玉とかしてて、間違えて誰かの顔を肘打ちしちゃったとか。あとはこうドリンク持ってきて、あーって転んで全部誰かみんなにこぼしちゃったとか、グーフィー、he's goofy、goofball、 そんな感じですね。 OK、 そう、間抜けな人でも使うんですけども、こういつもふざけてるような人にも使います。 OK、 ぜひ覚えておいてください。そして doofus、 これも覚えておいてください。 doofus、 you だったかな、 doofus、 まあんま言わないです。 doofus も、こっちはバカ的な感じですね。もっと間抜けなバカ野郎みたいな感じで使う表現で、よくドラマとか映画とかでたまに耳にしますので、まあ、そんなに機会はないんですけど、一応覚えておいてください。 OK、 そう、こういうですね、あんまりまあ使う機会がない、機会がない表現も一応覚えておいた方がいいです。何かの間違いで聞いた時にわからないと、なんかグーフボールってボールがあるのかなと思ってしまうので、そういう勘違いがなくなるように、ぜひなんとなくでいいので覚えておいてください。頭の片隅の方に入れといていただくとちょうどいいと思います。 OK、 OK、 So、Anyway, thank you very much for watching. I'll see you in my next video lesson. All right, take care. Bye.